情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただければと思います。いやー、シニアリーグことですね、サンデーモーニング、いや、素晴らしい試合でした、今日も。もう興奮冷めやらぬ中ね、この動画を撮ってるんですけど、いや、今日はもう青木選手が大活躍ということでね、ハットトリックの大活躍。特に最後ね、もう左サイド、角度のないところからね、もう見事ですね。左回転の、ものすごいカーブのかかったね、変更ゴールを決めていただきましてですね、いや、無理かと思ったんですけど、見事にね、このね、角度のないところからのシュート、ダイレクトに決めていたということで、すごかったです。まあ、どんな内容かというとですね、まあ、アメリカのね、話だったんですよ。バイデン政権が苦境に陥っていると。ね。で、その、まあ、後継者として期待された、このカマラ・ハリスもですね、もう支持率がバイデン以上に下がってて、どうすんだみたいな、そんな中でですね、まあ、青木選手ボール受け取りました。で、そこで青木選手曰くですね、かつて日朝首脳会談ありましたね、と。まあ、小泉さんとね、キム、ジョンイルのね、会談のこと言ってると思うんですけど、そういうようなね、独自外交が必要です、みたいなことを喋り始めたんですよ。で、その喋り始めた途中でね、その日朝首脳会談は、韓国のおかげで韓国政府の協力によって、どうも実現したらしくてね。韓国政府の協力なしには、実現しなかったらしいんですよ、青木ワールドではね。ここで、んって感じだったんですけど、僕は審判としてはね、これもうちょっと、セットアップです。立ち上がりですよ、これね。あ、こっちボール持って、ゴールに、もう、ね、向かってったなと、もう角度ないところなんですけど、こう、ボールを持って振り返ったみたいな感じのところからですね、ね、さらに日本は今ね、北朝鮮と、ね、まあ、対立していると。ね、さらにチャイナとも対立している。で、そんな中でね、韓国とも罵り合ってね、アメリカべったりな外交をやっているというですね。いや、まあ、日米安保条約ありますしね。アメリカはだってね、いろいろまあ力は落ちたとはいえですよ。世界最強の軍事大国ですから。はい。それからね、まあ自由と民主主義。ね。まあ一応これをね、標榜する世界のね、自由主義世界のリーダーでありますから。もちろんこのね、アメリカを足元にしてですね、チャイナに走るなんてことはありえないわけですよ。これ当たり前のことなんですけど、青木さんから見るとですね、近隣諸国と、喧嘩ばっかりしてですね、アメリカとべったりやってると、ね、いう、ことらしいんですよ。それはね、良くないことなんでね、せめてこの3カ国のうち、韓国とは仲良くした方がいいですということをね、今日ね、青木さん、はっきりおっしゃっておりました。はい。もうここでね、私はもうゴールですね、思わずね。もう、その、ゴールネット揺らしましたね。すごいなと。いやー、青木さん、本当ね、ガンダム00みたいになってますよね。本当に、青木 F 千栄とかいうふうにも言われてますけど。いやー、なるほどね。韓国と仲良くすればいいんですか？ということはあれですか？向こうさんがいろいろ言ってるね、いろんなこう、なんかあることないこといろいろおっしゃってますけど、これもなんか全部認めた方がいいんですかね？どうなんですかね？軍艦島に関してもね。ずいぶんその、エビデンスとは違うようなことをね、だいぶぶっこんできておられまして。はい。韓国政府ね。並びに、ボランティアと言われている人々がね、いろいろ、まあ、あることないことぶっ込んでおき、くれましてね。まあ、特にまあ、羽島に関してはね、最後何ですか ?1000 人ぐらいの、まあ、朝鮮半島出身労働者と、中国から連れてきた強制労働の人たちを穴に埋めてダイナマイトで爆破して生き埋めにしたとかいう、もう、むちゃくちゃな話をしてるんですけど、そんな何の証拠ないですよ。何の証拠ないですよ。もう、デタラメですよ、はっきり言って。そんなもん、知らねえってみんな言ってますからね、住んでた人がね。実際何も出てきませんからね。はい。な、言ってるんですけど、まあ、こういうのも全部認めて、それでも仲良くした方がいいんですかね。まあ、青木さんのおっしゃる通りね、私もね、韓国とね、仲良くできたらした方がいいと思いますよ。もちろん。ただね、仲良くしようと思っても、仲良くするんだったら、これを認めろ、あれを認めろって言ってるのが、めちゃめちゃ理不尽でしょ。ね、まあ、羽島の件もすごい理不尽だし、それから、慰安婦問題についてもね、むちゃくちゃなこと言ってますよね。20万人強制連行とか言ってますけど、その実ね、これね、年季暴行契約で、なおかつ慰安婦っていうのは日本人の方が多かったわけですからね。ね。で、同じ契約類型でやってるわけですよ、当時ね。まあ、当時は合法だった年季暴行の契約。でも、今はダメですよ。今はこういうのはアウトなんですけど、まあ、昔は、まあ、こういうの OK だったんですよ。その、まあ、慰安婦に限らずね、他のまあ、工場労働者なんかに関しても、こういう年季暴行の契約っていうのはすごくあって、私たちのおじいちゃんおばあちゃん世代の人でね、奉公に出てた人っているでしょ？あの人たち全部この年季暴行ですよ。はい。年季暴行契約で行ってて、で、親はですね、給料前払いで全部もらっちゃうの。で、子供は、それが、前払いしたその給料は借金という形で労働者に、まあ、ね、負担させられて、で、働きながらその借金を返していくと。
ね、3年とか5年とか、まあその、奉公が終わるまで、その借金を返しながら、ね、借金棒引きして残りを給料としてもらうわけですよ。こういう契約がですね、まあ明治時代からね、まあ戦前にかけてはですね、これはね、一般的でありまして、はい。あの、奴隷として働かされて給料ももらえないでね、ひどい待遇だったっていうのはさすがに言い過ぎでして、ね、あの、年季奉公で結構なお給料をいただいてたんですよ。はい。それからそのね、羽島の問題もそうだし、佐渡金山もそうなんですけど、仲良くしようと思ってもさ、そういうことについてその、理不尽なね、その、あることないことをねじ込んでくるから仲良くなれないんで、青木さんそんなに韓国と仲いいんだったら向こうに行ってさ、事実に反することをね、むちゃくちゃでっち上げてやるのはやめた方がいいんじゃないってなことをね、言っていただけたら、もっと仲良くなれるんじゃないかなと。青木さんみたいな人がさ、逆にさ、ね、韓国のそういうね、変な活動家みたいなやつにさ、ね、お前何言ってんだと、ね、いうことビシッと言っていただくのがいいんじゃないかなと思うんですけど、なんか青木さん、活動家と一緒になってさ、うん、なんかあることないことを言ってない？あれはちょっと問題だと思いますよ。で、さらに言うとね、これダブルスタンダードなんですよ。まあ今回ね、ウクライナ情勢なんかもこの話題になったんですけど、あの、ロシアって国がね、結局今何やってるかというと、ウクライナがね、東部のね、ロシア人がまあ住んでいるドンバス地域とかあの辺をドローン3回ぐらい飛ばして偵察しましたと。ね、ドローン飛ばしたわけですよ。ね、ドローン飛ばしたらそれに対してですね、12万人もの兵力を動員して、恫喝してるわけですよ。てめえ、ドローン飛ばしやがったなとか来てるわけですよ。これどう考えてもロシア、理不尽だろ？むちゃくちゃだろ？ね、絶対ロシアの方が間違ってんの言ってること。しかもよ、ね、現状を武力によって変更しようとしてるわけ。ね、武力を使うか使わないか分かんないけど、少なくとも今武力による威嚇で現状変更しようとしてるわけですよ。これは日本国憲法の精神にも反するし、国際秩序にも反するわけですよ。で、これ今起こってることでしょ？現実にロシアがやってることだし、チャイナも今台湾に対して同じことをやろうとしてますよね。北朝鮮だってそうでしょ？それなんで批判しないんですか？で、日本がね、スタンドオフミサイルを持つって言うと、これでチャイナを攻撃するかもしれないとか、平壌にミサイルが届くかもしれないとか、そんなことばっか言ってるんですけど、いやいやいや、あの、武力による恫喝を今ね、やってるのはどの国なんだって話ですよ。ね。で、その北朝鮮という武力による恫喝をやって現状変更をやろうとしている国をね、ね、今、応援してるのが韓国になっちゃってるわけでしょ？ムンジェイン政権と応援してるわけでしょ？そんな武力による恫喝、国際秩序に反する連中とね、仲良くしている韓国と、ね、言い分全部認めてね、ね、なし崩し的にそんなさ、仲良くするなんてことできるわけないじゃん。ね、おかしいでしょ。その国際秩序って観点から見ても、青木さん今言ってることおかしくて、ちゃんとね、北朝鮮とか韓国に国際秩序守れと、ね、国際的な決まりを守れと、韓国なんて条約違反してるわけですから、ウィーン条約にも違反してるしさ、ね、さらに言うと、ね、慰安婦問題で、最終的かつ、不可逆的に解決したはずの慰安婦合意、これも破ってるわけでしょ。ね、あの、なんか、市民を抑えられないんで、日本政府が何とかしてくださいとか言ってさ、じゃあそれ、抑えるのオタクの、役割だからと。オタクの仕事でしょって、ちゃんと言ってやるべきだと思うんですよね。だからそうやって甘やかすとさ、ダメなんですよ。ちゃんとね、これルールあるわけだから。国際ルールをちゃんとね、韓国政府に守ってもらうように、青木さん、あなたね、韓国に話できるんだったら、あなたが働きかけるべきなんですよ。それをね、日本側に一方的に情報しろって言ってくるのは、おかしな話かなと思います。で、これね、日本政府が言ってることが根拠がないね、話だったら、私は青木さんの肩持つかもしれないけど、日本政府エビデンスいっぱい出してるんですから。加藤浩吾さんがいっぱい出してんじゃん。ね、産業遺産ね、センターのところでね、出してますよね。産業遺産情報センターか。あそこでね、いっぱいエビデンス出してるんだから、これを覆すようなエビデンスをぜひね、出してもらってね、根拠、事実に基づいてお話をした方がいいと。ね、傷ついた人がいるから、その人が言ってることが全部本当とか、それはめちゃくちゃですよ、さすがに。うん。さすがにそれはめちゃくちゃ。昔は昔のそういうルールがあって、その中でやってたことで、ね。で、奴隷労働ではないですから、少なくともね。ね、この点についてはですね、まあ、今日田中裕子さんなんかちょこっとそれを、まあ、言ってたんですけど、ね、もっとちゃんと言った方が良かったですよね。客観的な証拠に基づいてね、非難するなら結構ですけれども、そうじゃないんであればね、ちょっとこれにね、迎合してね、韓国とだけ仲良くしろっていうのも、いかがなものかなと、いうふうに思いました。はい、ということで、青木選手ね、安定のご活躍ということで、今日本当ハットトリックおめでとうございます。やっぱね、青木選手がね、あの、活躍しないとシニアリーグ盛り上がりませんよ。はい。おかげさまで今日ね、あの、たくさんの方にご覧いただきまして、YouTube の配信勢いランキングでね、1位を獲得させていただきました。もう青木さんに足向けて寝れねえなと、いうふうに思いました。はい。ということで、まあ、来週はちょっとスタメン出場ないと思うんですけどね、まあ、来週はまた、菅三巡選手あたりがね、出てくるのかなと。まあ、もしくはね、松原ソムデート選手あたりがね、まあ、出る。まあ、松原選手最近ね、動きいいんでね、あの、結構期待してますけどね。あと、コンスコンがね、ちょっと最近、正論チームになんか、電撃移籍な感じですね。コンスコンはね、すごい最近、なんか正論ばっか言ってるんですよね。まあ、これはこれで楽しみなんですけどね。まあ、そんなことでですね、来週も、サンデーモーニング5と深夜リーグね、レベルの高い、試合がね、
期待されますので、来週はね、今期第4戦ということでね、お届けしますので、まあ、今期第3戦、今日ね、動画アーカイブで見れますし、来週どっかでね、ダイジェストもアップしますので、ぜひご覧いただければというふうに思っております。ということで、青木選手のね、ますますのご活躍を期待しております。はい、ということで、今日の内容面白いなと思った人はね、ぜひね、高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ガオー。